堤くんと知り合いって本当？うん、幼稚園の時同じ組だったの。どんな子？うん。ご降臨されたぞ！ご降臨だ！通園じゃなくて降臨って言われてたし。それ。全てのものは俺のものって感じで。帝王って呼ばれてたよ。堤くん、東京から来たんでしょ？ココアも東京よく行くのよ。ほら、こことか。そんな本見てんだ。田舎も。何見てんだよ、チンチクリン。綾瀬花火、12歳。うちのクラスに嵐の予感です。この番組はタカラトミー、ハピネットとご覧のスポンサーの提供でお送りします。堤くんって小1の時に東京に引っ越したんでしょ？うん、幼稚園までこっちにいたって言っても知り合い花火だけみたいね。おい花火、消しゴム貸せ。あら、ダメよ、これ買ったばかりでお気に入り。あ、耳もげた。まあ、いっか。よくない、よくないよ。ちょっと、あんまり俺の彼女いじめないでくれる？タコ彼女、これが更新。なんだこいつら。我々はリア充タカオ様のありがたいお言葉を日夜いただいているのだ。シュシュー、マジかよ、チンチクリンの上にぺったんこだぜ。ぺったん、いいよ、わかんなくて。綾瀬のこと好きになられても困るし。誰もこんなのとんねえって。次体育だよ、行かなくていいの？恥ずかしい。でも、はい、授業始めます。今ダンスをやってるの。堤くんは初めてだから、まず最初にみんなが踊るのを見ててね。はーい。じゃあ曲かけますね。一度みんなで踊ってみましょう。はーい。みんなだいぶ覚えてきたわね。来週この時間にテストをします。ハンデ練習しておいてくださいね。はい。じゃあ残り時間はハン練習にします。はい。頑張ろう。つつみくん、あ、
うちの班で一緒にダンス練習しない？しねえ。こんな学校で誰かと仲良くなる気ねえし。堤くん、そんなこと言ったの？そりゃひどいわ。完全に俺様男子だわね。でしょでしょ。6年生にもなったのに相変わらず帝王のまんまだよ。なあ堤、なあなあ、東京っていっぱい芸能人に会えるってマジ？知らねえ、興味ねえし。いやー、興味ないって。クールクール。東京人って毎日スカウトされてんだろ。俺も東京人と話したし、もしかしたらスカウトされっかも。だから田舎者は嫌なんだよ。またつまんなそうな顔してる。つつみくんってば、どうしていつもああなんだろう。綾瀬。これプロフ？俺に？あれ、タカオ嫌そう。あのね、タカオにも書いてほしいの。好きなものとかいろいろ知りたいし。ダメかな。いや、いいよ。一緒に帰る？今日はゆいちゃんたちと帰る約束しちゃったの。ごめん。うん、わかった。じゃあまた明日。うん。ゆいちゃんたち遅いな。あ、つつみくん、やっぱり一人で帰るんだ。あんな態度じゃ友達なんかできないよ。ダメダメ、友達いないなんて寂しいよ。じゃあどうやって友達になればいいの？つつみくんのこと何にも知らないのに。プロフ。そうだよ、プロフプロフ。誕生日とか趣味とか好きなものも嫌いなものもプロフなら全部わかるよ。うん、友達の第一歩はプロフから。ええ、花火が言ってるから書いてくれない？なんでお前が言うんだよ。花火が直接言えばいいじゃん。だって怖いだもん。怖くて直接言えないって。堤くん、それ。堤くん全然成長してないよ。それでプロフはどうしたの？当然もう一枚渡してきたわよ。葵。あ、檜山。ほら。ん？ねえねえ、何？もしかして檜山のプロフ？なんでカブトムシ？檜山カブトムシだったの？そんなわけないでしょ。恋する乙女だわね。いいな。タカオのプロフもらえてないんだよね。あんたたち付き合ってんのに？やだ。花火ちゃん、タカオくんのプロフ持ってないの？信じらんない。ココアなんて同じクラスになった日に書いてもらったよ。ほら、彼女なのに書いてもらえてないなんて、彼女失格。そうなの。1、2、1、こうかな。で、こうで、1、2、1、2、1、2、1、2、1。自主練？うん、私
私すごくダンス下手だし確かに自分の足にもつれて転んでたしね。これ役に立つかと思って曲もらっといたんだ。一緒に聴く？綾瀬、曲覚えないでとりあえず動くから間違えるんだよ。曲なんか頭に入らないよ。こんなに近くに高尾がいるんだもん。綾瀬。昔つつみと仲良かったの？え？つつみに友達作ってあげようと頑張ってるし。あ、それはつつみくんうちの学校とかバカにしてて、高尾とかゆいちゃんとか私の大好きな人たち嫌ってほしくなくて。頑張れよ。花火12歳、私高尾が大好きです。音楽役に立った？そのうちね。あれのどこがいいんだか。まだ書いてくれないの？うん、でも無理やり書かせたくないし、なんで書いてくれないのかな。あいつそんなにこれを待ってんのか。まだ高尾くんのプロフもらえてないの？どうしたの？赤くなってるよ。うっせえな。あ、自分のことだと思った？なわけねえだろ。ココは実は高尾くんにチェキも持ってるの。どうしようかな。あら、その消しゴムかわいいわね。あ、そのペンしばらく貸してくれる？高尾くんの好きな食べ物を教えてあげるから、そのメモ帳ちょうだい。花火ちゃん、そのリボンくれたら高尾くんの趣味教えてあげるわよ。あ、ダメ、知らないとこでプロフ回されるの私なら嫌だもん。何よ、我慢しちゃって。彼女なのにプロフ書いてもらえないんでしょ。かわいそうな花火ちゃんにココアが特別に高尾くんのこと教えてあげる。いらない。え？好きな人のことこんな形で知りたくないもん。いいこぶって。これ何の騒ぎ？高尾くん、ココアだけにプロフ書いてくれたんでしょ。ココアのこと特別だからいろいろ教えてくれたんだよね。ああ、あれ多分全部変わってるよ。それとチェキがあるなら渡してくれる？隠し撮り嫌なんだ。そんな。好きなものも嫌いなものもずっと同じじゃない。だからプロフに書くんじゃなくて話したいんだけど。隣にいるんだから。タカ、聞きたいことがあったら直接言って、全部答えるから。うん、
1212。ここってこうだっけ？うん、そこはそう。そっか。うん、はい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 。堤くん、堤くん、プロフ会。書くわけねえだろ。やっぱりダンス、うちの班入りなよ。私下手だけど振り付け教えられるくらい練習したしね。お前らの下手くそダンスになんか付き合えっかよ。だと俺のダンスが下手くそだと。暴力はダメ。全治2週間の捻挫ですね。激しい運動は禁止です。はい先生。せっかく練習したのに、タカオ、みんな、ごめん。ここでいい。見学つまんないよ。みんなダンス楽しそうでいいな。そっか。つつみくん。なんだよ、謝んねえぞ。花火が勝手に転んだんだろ。ごめんね。私、堤くんがつまんなそうにしてるのが嫌だったの。でも、見てるだけってつまんないよね。私も見学してみて分かったから、ごめんね。でもさ、ダンスできないけど、応援ならできるよ。ほら、プレー。あ、バカ、そんなに動いたら。花火、大丈夫？平気平気。それよりさっきのターン良かったよ。あ、やっぱり？うん。ここでみんなのこと応援してる。頑張って。うん。マリンちゃんならできる。任せて。何なんだ、こいつ。それじゃあみんな、そろそろテストにしましょう。あら、おかしいわね。あ、CD が入ってないわ。あ、CD デッキ持ってきたの綾瀬だよな。あ、わかったぞ。綾瀬、足が治るまでテストを引き延ばそうと CD 隠したんだな。え、違うよ。自分がテストを受けられないからってやめろよな。早く出せよ。ごめんごめん。うちのクラスで CD 使って戻すの忘れちゃって。これで OK。 よかった。なんだ、ちょテスト始めようぜ。待てよ。あ？よく調べないで勝手に花火のこと疑ったんだ。まずは謝るのが先じゃねえのかよ。つつみくん。そうね、先生が授業始める前にしっかり確認するべきだったわ。ごめんなさい、綾瀬さん。ごめん、綾瀬。あれ、おめえも謝れ。俺？元はといえばおめえだろ。昔はただ怖いだけの帝王だったのに。早くしろよ。へいへい、悪かったよ。ありがとう。堤くん、ダンス覚えた？あ、まあ。綾瀬さんが見学で抜けてるから、その班に入って踊ってみようか。めんどくせえな。
つつみくん、さっきも今もかっこよかった。どいたどいた、俺たちの番だ。花火。危なっかしいね。ごめん。ギクシャー、熱愛カップルのハグ。明日の一面はこれで決まりっすね、編集長。おう、邪魔だ、どけ。なんだよ、今いいとこなのに。お、あいつと仲良くなりたくて書いたんじゃないからな。花火。綾瀬花火、12歳。プロフの空白は二人の思い出で埋めていこうと思います。関係勃発ですわね、奥様。本当に？ついに来た、カレカのビッグイベントの誕生日。初めてのプレゼント、タカオに何あげたらいいか迷っちゃうよ。え、つつみくんが一緒に選んでくれるってどういうこと？みんなで一緒にキュンキュンしちゃおう。次回12歳バースデー。この番組はタカラトミー、ハピネットとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。